笑い王ベンターピンのマクガヤ・キャスリン・マクガヤとは、アメリカ合衆国のダンサー、サイレント映画期の女優、イリノイ州ピオリアの生まれ、家族に演技経験者は誰もいなかった。幼い頃、一家はシカゴに転居するが、彼女は学校があったので、イリノイ州に残る。14歳で学校を卒業すると、両親とカリフォルニア州に移り住む。ダンスに興味があったので、カリフォルニアでは、 アーネスト・ベルジャーからバレエのレッスンを受ける。映画の仕事を始めてからも、ダンスは続けた。ハリウッドハイスクール在学中、パサデナのメリーランドホテルで踊っていたところ、トーマス・エイチ・インスの目に留まる。早くとして映画出演した後、マック・セネットの喜劇映画の常連俳優となる。沈黙の招きでは出演者中唯一の女優、白氷を踏む女と、ザ・フレーム・オブ・ライフでは順守役。 1922年にはワンパスベビースターズにも選出される。しかし主役は回ってこなかった。というのも身長が5フィートほどしかなかったからだ。しかしそれは当時の喜劇スターの引き立て役には理想的だった。例えば彼女の代表作キートンの探偵学入門で共演したバスター・キートンの身長は5.5フィート。チャールズ・チャップリンも背が低かった。 1920年代後半には、エデュケーショナルピクチャーズで、チャールズ・バウワーズや、ルピノ・レームらの2巻もの短編喜劇に出演。1933年に引退した。私生活では1927年9月18日に、ファースト・ナショナル・ピクチャーズの広告担当重役で、ワンパスの初代社長でもあったジョージ・ランディと結婚。1936年7月4日に長女が誕生。 1955年、夫と死別した後は短い期間だが役者に復帰、テレビドラマに出演した。1978年、ガンのためカリフォルニア州ロサンゼルスで死去。74歳だった。ありがとうございます。